るのかな、急に佐藤さんですかって言われて、違います、単純で迷惑な企画だね。ケロリンさんこんばんは、お久しぶり。ケロリンがどこだっけ、あそこ城がね、なんとか最後のやつでめっちゃ涙こらえてる姿が忘れられなくて、私は脳裏に焼き付いてます。とてもそうだよなと思いながら、佐藤さんそっちね、佐藤の方ね、胡椒さんとかいないのかな、武藤さんとかいるしさ、面白いよね、佐藤さんと武藤さんがちょっと仲良くしてほしいな。なんか佐藤も、佐藤甘い方と甘くない方、ストレートとストレートじゃない方ね、全然関係ない話だけどちょっと面白いな、佐藤さんと武藤さんが一緒にいたら喧嘩しそう。でも紅茶で、紅茶を二人が頼んだ時に逆になったりさ、佐藤さんはさ無糖なんだって言って、武藤さんは砂糖入れるんだよとか言ったらちょっと面白いんだけど、でも家族以外では会ったことない。え、そうだよね、私も会ったことないよ。ほんと佐藤、あ佐藤じゃない、タッキーがつく人ねいない、タッキーでぐらいで、タッキーぐらいしかし、あタキ、あと滝島って人いた、いたな、そういえば一人ぐらいしかなかったな。でも佐藤さんもっといるの、すごいね、久しぶり久しぶり。白これ読めないんだよね、なんだっけ、白金、白金高輪だっけ、読めない、難しい、綺麗な名前。ディズニーランドにで佐藤さんって呼んだら振り向いた着ぐるみの中の人は佐藤さんだよやば振り向いちゃうのそれ、ちょっと面白い、やってみたいな、佐藤さんって横断歩道とかで叫んでみたよね、佐藤さんって渋谷のスクランブルで何人佐藤さんが振り向くかみたいな、実際自分どうなんだろう、なんとかさんって言われて振り向いたりするのかな。今日ね、そうなんかそのライブじゃない、稽古のやつでなんか相手にキャッチボールするっていうので後ろ向いてで「おーい」って言うんだけど、後ろ向いた人と「おーい」っていう人がいて、その「おーい」っていう人はそのある一人に言って「おーい」って言うんだけど、でその後ろ向いてる人は自分に言われてるのか感じ取らなきゃいけなくて、その「おーい」っていう人もその人に伝えなきゃいけなくてっていう遊びの訓練みたいなのがあって、全然難しいと思って一発目初めてやった時に全然分からなかった、私に「おーい」って言ってたんだけど、全然分かんないと思ってむず、距離感とかねそういうのを鍛えるみたいな、むずーっと思って苦戦しました。今日、まあ、2年以上ずっとあの子を見た気見て一緒に歩いてきたからね、そうだよね、思い出がね本当に忘れられない、キャロリンのあの顔が悲しくなっちゃうよ。佐藤美奈と武藤と、あ仲良し、その2人は仲良くしてほしい。滝沢秀明もタッキーじゃん、そうタッキー、そうだからタッキーぐらいだよね、滝川クリステルとかそんなに滝がつく人いない。おいおい俺だったじゃん、そうそう、だからそんなにさ珍しいんだよ本当。一緒だね、タッキー&タッキーって話したもんね白金高輪、そうだよね、読めたよ、白金高輪。ちなみに今山口行きのバスの中、おお山口にはリンさん
出るの？福岡は今日は出たんだよね。山口にもいるの？ゆなさんだよ。はー、こんばんは。超かわいいんだけど、忘れられないのはごめん。結局最終的に泣いたし。そうなの？でも泣いてるとこ見てないけど、そんなんねえ本当に泣いちゃうよこっちが。知らん知らん知らんかい。モルモルのモル、今日モルてる、モルてるよ。山口でもいるんだ。そうかそうか、ライブはいけないけど一回だから。ああそういうことね。いやー最後ね、よかったよ本当、そういう楽しめる機会があってね。ぜひたくさん楽しんできてくださいね。どう、元気？とっても元気、元気100倍アンパンマンですね本当に。ちょっと待って、時間を把握しておきたい。やばいやばいやばい。あと5分ぐらいかな。今は、私は今ライブには2週間ぐらい、お休みをしてますね。2週間ぐらいお休みしてるんだけど、なんでかって稽古の、舞台の稽古をちょっと優先で、スケジュールを取ってるんですけど、こちら「満月の夜に君は僕に優しい嘘をついた」という舞台に参加のお稽古して、もう12月あ嘘11月7日とか、もう今日2日でしょ。あ今日3日か。え今日何日？今日3日か。え今日4日？あれ今日何日だっけ。今日2日、今日1日か。今日何日だっけ、忘れてしもった。あれ舞台は順調ですかな。順調。今日は2日。え待って、今日は2日って何あまだ日付またいでないってことは、明日になったら3日になってるってこと。やば、多分最初最後の遠征、初めて本州出るし、帰りに初めて飛行機乗る。マジで？でもとってもいい思い出だよ本当に。よかった、ケロリにとってもよかったし、二人にとってもよかったね本当。今日2日か。え今日3日だと思ってた。今日3日ん、明日が3日。わかんない、いつもさ日付またいで配信してるから何日かわかんなくなって、今日2日ってことは3日だね。3、4、5、やば、あと4日後には本番です。怖ーい、マジ？今回の、出演する方たちが結構声が声がいい方たち揃いらしくて、もう本当に声がすごく良くて。すごい、あまり言うとネタバレするからあまり言わないけど、そうそうそう、とてもいい声をしてる方が多いみたいです。え待って、来週も舞台よ。そうだよ、やばいんだけど、緊張する。早いものですね、早すぎる、びっくりしてる。早いんですね、マジで早い。チケットがまだありますので、よかったら興味ある方はね見に来てくれたら嬉しいなと思います。舞台ってやっぱその見に来てくれて残るもので、映像化とかにねされないので、その時のでその
多分毎日違うと思うし、 A キャスト B キャストっていうのもあるので、それの人やる人によってもこうなんだ、伝え方とか表現の仕方とか違ったりして、そういうのも面白いと思うのでね、ぜひぜひ来てほしいですね。二人とってもとってもって泣かせないごめんごめんって泣かないで大丈夫、楽しんでおいで、楽しみにしてますね。え、ゆうなさん予約してくれたの？本当ありがとう。え、ゆうなですって。あ、でもそっか、名前見ればわかるね。ちなみに10日はお兄ちゃんの誕生日です。兄弟の話、10日に行く？本当お兄ちゃん誕生日、お兄ちゃんの誕生日ありがとう。明日も稽古なんですけど、でも本当このタイトルのに本当にたくさんの意味がこもってる。本当にこれ、このタイトルを見ながらいろいろ回収してほしいなって思う。あまり言わないもん、怖いネタバレしそう。あ、俺がお兄ちゃんってことですか、知らんけど。あれ、お兄ちゃんになったの？お兄ちゃんの誕生日、ちょっと待って、時間もう30分ぐらい経ったかな。経ちました。お兄ちゃんだよ、お兄ちゃん、ここにいたのね、しばらく会ってないよ本当。ということで30分経ったので終わりたいと思います、そろそろ。ちゅうことで、ライブはバンザイジャパン、 CR ジャパン合同でライブ明日もあるんですけど、私は舞台の方のお稽古があるので参加はしませんが、舞台もぜひご都合ついた方、7日から10公演12日までありますのでね、よかったら本当に来てほしい。私も初舞台でなので、しかもこの役結構好きって言ったら、見た人はちょっとあれ、なんかおお、そうかそうかってなると思うけどね、いい感じ、本当怖い、あんまり言うとあれだから、愛になれなくてお兄ちゃん寂しい。そうなの、お兄ちゃんお疲れ様です、ありがとう、トラトラさん、お疲れ様、舞台頑張ってね、ありがとう、頑張ります。ということで舞台のご予約もまだまだお待ちしてます。専用フォームがありますので、予約フォーム3人持ってるんですけど、好きな子に予約してください。舞台って今まで一回見たことない、本当私も一回もないんだよ。佐伯さんのね、即興劇が本当見たくて、予想もしないじゃん、ちょっと面白そうだなって言って、またやってくださいねって念押ししといた。ということで、この満月の夜に君は僕に予想をついたをぜひ、12日が、千秋楽にちょうど満月になるという、ちょうどそういう時期になってるのかな、とっても楽しみですね。満月の夜に君は僕に差し嘘をついた、どういう話なんでしょうか、お楽しみにしてください。ということで、足柄ジャパン公式ルーム終わりたいと思います。またね、今日も来てくれてありがとうございました。この後個人ルームしたいと思います。こっちは一旦終わり、じゃあ足柄ジャパン山梨県伝道師滝島入りでした、ありがとう、バイバーイ。See you.